にちは、リスナー。心霊現象に興味があって私のとこに来たんだよね。ちょうどよかった。実はさっきの配信で撮った動画の編集が終わったところなの。これで証拠を見せられる。動画を見る前にあんたに聞きたいことがあるんだけど、うん、あなたは幽霊や鬼の存在を信じますか？やっぱり私たちみたいな好奇心旺盛な人間は勘が鋭くて身の回りの奇妙なものに敏感なんだよね。さ、おしゃべりは終わり。見て、これが昨日水炎で配信した時に起こった心霊現象だよ。みんな、ケイちゃんは今ラフ一怖いって言われてる心霊スポット水炎に来ています。お願い、チャンネル登録とグッドボタンでケイちゃんを励まして。ここ最近よく変なことが起きるよ。この私を守るって言ったじゃん。本気拳法じゃ見えないことは起きれないよ。この後、私とスーちゃんは水炎を追い出されちゃったんだけど、あんたは大事なところに気がついた？ああ、それは編集。少し編集したの。何が起こったのかはっきり伝えるためにね。それより、一番肝心なのは。よく見て。この問題の対処に来たのは、地公師でも運気軍でもなくて、獣王師の半眼だったんだよ。そう、スーちゃんは最初水炎に幽霊が出るって話を信じてなかったんだけど、半眼が現れて、要するにあの人たちが水炎に現れたのは戦士を揺るがすような大事件があったからに違いないってこと。そうそう、これで私はマーケティングアカじゃないって信じてくれるよね。ところでお兄さん、少し時間はあるかい？どうかな、二人だけで水炎を探検してみるというのは。今度こそ真相にたどり着けると保証しよう。あんたに会った時からこういうのに向いてると思ってたんだ。それじゃあ行こう。レンジフードの掃除から精査の修理まで。うわ、真っ暗。なんか暗がりから誰かに見られてるような気がする。ねえ、水炎に幽霊が出るって噂は聞いたことある？任せて。各地を巡る配信者として私もいろいろ下調べしたんだ。ちょっと待ってね、動画の説明を探すから。すいすいたる線香、ぼうぼうたる蝶尾。水炎はもともと古族の職人によって作られた炎林道展であり、同胞たちがくつろぎ詩を書き宴を楽しむ場所であった。以下500文字は省略。30年前の北条戦争で古族の飛行士の精鋭たちは総出で戦い、多くの死傷者が出たと言われている。そして人々は自発的に水炎の古民塚に足を運び、死者に哀悼の意を表したという。その結果水炎を訪れる人は少なくなり、笑い声もほとんど聞こえなくなった。時が経つにつれ、
水煙では鬼火が目撃されたり、どこからともなくすすり泣く声が聞こえてきたりするようになった。だから先週ラフの住民の間で水煙には幽霊が出るって噂が広まり始めたの。そう、水煙で配信するためにちゃんと事前調査したんだから。幽霊の噂なんて眉唾に聞こえるかもしれないけど、今回獣王氏の人間が介入したのは紛れもない事実だからね。それじゃこの先は何かあったら迂回して進むようにしよう。幽霊はともかく、半眼にあったら確実に追い出されて今回の旅が無駄になっちゃうから。さて、説明も終わったことだし、早速出発しよっか。あ、足元に気をつけてね。獣王子のメイサが見回りをしてるから別の道から行った方がいい。まず古民塚に行って、それから断交林に回り込もう。私も意外じゃ。ここ怖い雰囲気があって動画にいいかも。撮影しておこっと。いた。動じないで。さようなら。立ちなさい。生産しましょう。あ、長期間見据えるのが成功の秘訣。さようなら。落ち着いて。もうじゃサイリン。どうよ一体。大丈夫、問題はないよ。さようなら。使えるわね。
立ちなさい。行って、カブ。消火焼夷。いやー、まさかあんたがあんなに強いとは思わなかった。でもこの人たちって公務員なんだよね。二人で尋問された時のために言い訳を考えないと。こそこそと大人。さようなら。痛くないわ。さようなら。落ち着いて。もうじゃ再臨。生産しましょう。長期間見据えるのが成功の秘訣。そうよ、一体人事なす。さようなら。好きなの？私も好きよ。痛い。立ちなさい。行って、カブ。消火焼夷。人体は皆脆いがゆえに美しい。いた。大丈夫、問題はない。さようなら。お前たち何者だ。なぜここに来た。直ちに逮捕する。立ち入り禁止区域に侵入した不審者は逮捕してから尋問することになっている。例外はない。立ち入り禁止区域？スイヤはいつからあんたたちのものになったの？
湘南に過ぎないわ。さようなら。行って、カム。消火勝利。亡者再臨。償いたまえ。幽浮部弁、下がりなさい。この二人に悪意はない。はっ、ハンガン様。ねえ、見た？このお姉さん、顔が青白くて目がうつろ。もしかして幽霊なのかな。中央市に所属している以上、私のことは死人と思ってもらって構わない。私の替え名はカンウン。ハンガンとしてコウ、サ、ケイ、モンの支部のうち最後を担当してる。だからあなたたちのことも何も知らないわけじゃない。ケイナイフン、種族の民、無職。先日雲気軍の師匠と一緒に水苑に入り込んだ。え、無職？いやいや、私は大道芸人で時事ネタを探してる配信者だよ。少なくともまともに仕事してるから。それからそっちは？請求列車の乗員、新作府の客人、雲気軍を手伝い剣木の災いを鎮めた同盟の友人。はじめまして。私は中央市の半眼で、フォフォっていうの。フォフォ、あなたも中央市の半眼なのですから、もう少し勇気を持って発言してください。はい。聞かせて、ケイナイフン。ここに戻ってきた理由は何？理由は特にないっていうか、ただしばらく更新してなかったから心霊関係の動画を撮ろうと思ってきただけで。泉州には幽霊などいないと言ったはずです。泉州の住民である以上、そのような迷信に惑わされ、いたずらに噂を広めてはいけません。でも見たんだもん、鬼火が飛んでキーキー笑ってるところ。それにスーちゃんだって。あの、ケイナイフンさん、ちょっと説明が難しいんだけど、あれはあなたが思ってるような幽霊や妖魔じゃないの。ケイナイフンさんは今故郷の伝説を泉州にも当てはめちゃってるんじゃないかな。あのいたずらをする者は採用って言って、すごく危険なエネルギー寄生物なの。本当？信じられない。採用？何それ。あ、分かった。泉州では幽霊のことを採用って呼んでるんだね。そういうことだよね。やっぱり尻尾に出てきてもらうしか。尻尾。はいはい、聞こえてるっつーの。うっせえな、まったく。俺様は人間に飼われた珍獣じゃねえってのに。尻尾？俺様が採用、お前が幽霊と勘違いしてる存在だ。これで分かったか？分かったならさっさと失せな。幽霊だ！はあ、変な人。心霊
霊現象を撮影するために来たはずなのに、いざ本物を見たら大騒ぎするなんて。深呼吸、ケイちゃん冷静になって。深呼吸。こちらの尻尾様とおしゃべりさせてもらってもよろしいでしょうか。うせろっつっただろ。お前付き合ってる暇なんかねえんだよ。幽霊じゃねえってなんで言わせんだ。それ以上喋ったら全員食ってやっからな。二人とも怖がらないで。口ではこう言ってるけど、尻尾はベジタリアンだから。ハンガン様、この炎団子は一体何なの？一般人に危害を加えない保証はある？何か対策は？それにどうしてハンガン様がこんなものを身につけてるの？会うべきものにはあったでしょう。ハンガンには他にも仕事がありますので。フォフォ、二人を送ってあげてください。はい。お姉ちゃん怒らないで。お姉ちゃんは普段から任務で人と接する機会が少ないから。ここは私に任せて。ちゃんと説明すればこの人たちも自分から帰ってくれると思う。今の水炎の異常はいくら私たちが隠そうとしても注目されるのは避けられない。ここでこの二人を乱暴に追い払ったところできっと諦めきれなくて後で戻ってきちゃうだろうし、その時今日みたいに運よく私たちに会えるとも限らない。大丈夫、私に任せて。お姉ちゃん、二人とも構造士の増加航路が壊れたことは知ってると思う。そのせいで航路の中に封じられていた西洋という妖魔が逃げ出してここに潜伏してるの。獣王士は今それを追って捕らえるよう命令を受けてる。だから早くここから離れてほしい。これはあなたたちの身の安全のためでもあるから、質問があったら私に聞いて、できるだけあなたたちの好奇心を満たしてあげる。でも質問に答えた後は秘密を守っておとなしく水炎から離れ、二度と戻ってこないって約束して。話のわかるハンガン様、ありがとう。聞いたらすぐここを出ていくって約束する。因果伝の6時として全知全能とまではいかないけど、あなたたちの好奇心は満たせると思う。さあ何でも聞いて。大牧師の分類によると、西洋は天外から来たエネルギー気生物、鬼火の形をした聖火の精。例えるなら火に向かって飛ぶ虫かな。ただ西洋にとっての熱源は他でもない感情を持つ生き物の思想なの。西洋は知的生命体に寄生して宿主の経験を糧に感情を味わうのが好きだから、西洋は少しずつ宿主の神経系に根を張り、その内なる欲望や弱点を利用して妄想天道に陥らせ、人を操り人形のようにもてあそぶ。そして宿主は西洋の言いなりになる。私たちはこの乗っ取られた状態を脱者と呼んでる。ここまで来ると寄生された人の頭の中にはもう過去の自分じゃなくて、自分と似ているようで全く異なる西洋しか残ってない。やがて宿主の体は西洋によって燃え尽きた薪のように消耗していくの。おい小僧、もってなんだ、もって。俺様が一番危険に決まってんだろうが。尻尾はカンア様の手で私の尻尾に封印されたの。だから他の人に危害を加えることはない。厄介なのは西洋は肉体を持った生き物じゃないから完全には滅ぼしにくい点。だから増加航路が治るまで獣王士はこの肺炎に即刑退社陣を設置して
妖魔たちを閉じ込めようとしてるの。見ての通り、速形大蛇人はまだ未完成で、逃げた西洋も全部は回収できてない。ここはとても危険だから、半眼のフォフにあなたたちを遠隣から連れ出してもらう。全部は回収できてない。それって泉州の他の場所で起きた心霊現象も西洋と関係があるかもしれないってこと？半眼様、私は耳が早いから何か役に立てるかもしれない。必要ありません。関係者以外、今すぐここから立ち去ってください。そろそろ行こっか。この水煙では様々な異常現象が起きてる。獣王市でもあなたたちの安全は保証できない。早くここから離れた方がいい。ここに長居すべきではありません。今すぐ立ち去ってください。幽霊に西洋に脱車？頭に棒を突っ込まれてめちゃくちゃにかき回されたような気分。でもよく考えてみたら、都市伝説の幽霊の話とはあんまり変わらないか。エネルギー寄生物とかちょっと害虫みたいに聞こえるけど、全然ミステリアスでもないし怖くもないかも。そうだね。まあ視聴者たちは詳しい事情を知らないから、西洋だろうと幽霊だろうと変わらないと思うけど。ああ、好奇心は満たされたけど余計に疑問が湧いてきた。でも半眼様に帰るって約束しちゃったし、破るわけにはいかないよね。ちょっと待って、尻尾の動画を撮って水煙の不気味な鬼火、憑依された無垢なる孤独の少女ってタイトルをつけてアップロードすればかなり話題になりそうじゃないね。私に力を貸してくれる？あんたって優しいよね。それじゃ行こう。そろそろ出発してもいいかな。うん、尻尾は尻尾に封印されてるから。封印封印、いつかお前の手でその封印を解かせてやる。私だって尻尾と一緒になりたくてなったわけじゃないもん。もう出発していい？うん、じゃあ行こう。こっちの道から行こう。こっちの方が近いから。フォフォ、尻尾を呼んで一緒に写真を撮ってもいい？消えないふんさん、今は公務中だから。静かすぎてだんだん怖くなってきた。しっかり私についてきてね。今の聞こえた？変な音したよね。
ケイナイフン、どこだ。フォフォ、しっかり俺についてこい。フォフォ、しまった、フォフォまでいなくなってる。これは鏡か。不気味な感じがするな。お、お、やあ。違うような気がする。とにかく先に進んでみよう。通ったはずだよな。この辺りをもっとよく観察すれば今の状況から抜け出せるかもしれない。さっき通ったはずだよな。この辺りをもっとよく観察すれば今の状況から抜け出せるかもしれない。気づかないうちにまた戻ってきたのか。この辺りをもっとよく観察すれば今のどうやら気づいたみたい。お前から特別な匂いがする。お前、水炎の落ち葉はささやき、炎は泣きながら教えてくれた。ある強大な肉体が近づいていると。その体からは元老と戦った気配がするとも言っていたけど、お前が元老を追い払ったやつだったなんて。いい、強い。お前の存在を感じるだけで美味しくて震えが止まらない。味見してもいい？一口、ほんの一口でいいから、早くお前を味わいたくてたまらないんだよ。普通の気候じゃないのか。もちろん私の意のままに踊るコマじゃ。あれ、粉々に叩き潰せ。お前の闘志ピリピリしてて癖になる。ルールは破るためにある。どれどれ、元老を追い払ったやつはどんな味がするのかな。よくやった。
でもさっきの戦いでお前の生きる意欲はかきたてられた。それを招待状にしてしばらくお前の体に取り付かせてもらおうかな。おいしい宿主、お前は特別な味がした。今まで私が取り付いてきた奴らとは違う。お前の体の奥底にあるそれは一体何なの？太陽？熱い。私のことはフエンと呼んで、私の目的については何も心配しなくていい。ただここから出たいだけで、お前を傷つけるつもりはないから。今の状況を説明してあげる。先週人はお前が遭遇したことを気打症と呼ぶの。そのまま進み続けても何の意味もない。だから私がお前を助けて、ケイエンが仕掛けた現象迷宮から脱出させる。その代わり、お前は私が獣王子から逃げるのを手伝う。お互いに助け合って、誰も借りを作らない。どう？見ての通り、私はここの主じゃない。この迷宮を仕掛けたのは別の採用で、名前はケイエン。残念だけど、お前を助けられるのは私しかいないの。あの迷子の狐ハンガンが残した紙符？そんなもの、何の役にも立たないよ。私が取り付いた今、お前は普段なら見えないものを見ることができる。悪くない。お前は物分かりがいいんだね。お前を尊重して、この体を勝手にもてあそんだりはしないから。目的を果たしたら、すぐに出ていく。さあ、もう一度あの主婦の小人たちを見てみて。今なら次に進む方向がわかるはずだよ。主婦の小人たちを探して。あれは半眼のお友達が残した余計な手がかりだからね。私を信じて。私、お前の目に見える紙人形を浮き上がらせたの。もっと気を配りなさい。あっ、わかった？この視界和本が現象迷宮に現れたのには理由がある。和本の中にここから脱出するためのヒントが隠されてるの。覚えられなかったらもう一度見てもいいからね。礼儀を書く行為、扉は開けられない。帰るがいい。どうやら礼儀というものを知っているようだ。中へ入るがいい。どうやら準備は整ったみたいだね。これからここを脱出する。出口は目の前、あとは進むだけでいい。
て、私たちの取引を覚えてる？獣王氏の反乱から逃げるのを手伝うって約束だったよね。面倒くさ！これがいわゆる思いやりってやつ？酸っぱい味がする。うっ。あの反乱の小娘は放っておいて、二人でここから出よう。探さなくていいんじゃない？今頃はケイナイフンも西洋に食われてるだろうし。そんな妖の気に満ちたケイナイフンさんまで。それじゃあ私はもっと狙われやすいんじゃ。生体は人体の中で最も操りやすい筋肉なんだ。きっと手口を見つけられるよね。お願い、私も連れて行ってください。見てらんねえな。獣王氏の反乱ともあろうものが人に助けを求めることしかできねえのかよ。尻尾だって私は反乱に向いてないって知ってるくせに。獣王氏で働いてれば少しずつでも勇気が湧いてくると思ったのに、やっぱりダメなものはダメなんだ。チッ、この役立たずが。なんでこの俺様がお前なんかに封印されたんだ。いつも威張るばっかりで、今日なんて一緒に罠にはまっておいて、一体どっちが役立たずなの。ついてきても無駄だ。俺はお前を残してここを出ていく。じゃあな。そんな、行かないで。私も連れて行って。本当に一瞬たりとも彼女を置いていきたいと思わなかったって言える？獣王氏は本当に人を選ばないんだな。お前みたいな出来損ないでも反乱になれるなんて本当に笑わせる。おいおい、いい加減にしろ。こいつをバカにしていいのは俺様と反乱だけだ。分かったか？あ？いや、なんだ？盗塁の匂いがする。てめえ、不縁か。操り人形の体に隠れて腹話術とか、相変わらず雑魚にふさわしいやり方だな。ああ、おかしい。面白すぎて本当に笑える。てっきり航路で苦しむ運命から逃れたものだと思ってたのに。まさか大西洋両元の一番過激な断片が泣き虫な小娘の体に封印されて番犬として働いているなんて。あ、いやいやいや、それも違うか。今のお前は番犬ですらない。ただの尻尾だもんね。尻尾。調子に乗りやがって。さっさとその小僧の体から出ていけ。さもないと俺様が食ってやる。いやー、怖ーいなんてね。
今のお前はその半眼の体から離れることもできないんでしょ。そいつを丸ごと飲み込むことも逃げることもできない。しっぽ様、おかわいそうに。くそったれ。おい泣き虫、早く何とかしろ。七死人さん、この四方を体に貼って。太陽は短期間で人間の体を完全に支配することはできないの。司法を使えば一時的にあなたへの影響を抑えられる。おい小僧、さっさと慰めてやれ。こいつの鳴き声、途切れ途切れの蚊の羽音よりやかましい。息抜きくらいしたっていいじゃない。それにさっき四符を貼ったでしょ。そのせいで今は何もできないの。私たちの約束を忘れないでね。目的が達成された時だけお前の体から離れてあげる。はあ、まさか私が見えるからって憑依が解かれたとでも思ってるわけ。甘い。ウエンの言葉は大げさだが、あいつを傷つけたことは事実だ。お前ちょっと慰めてこい。ああ、だからあいつにはお前みたいな同類の慰めが必要なんだ。分かったらボサッとしてないでさっさと行け。誰が自由だって？俺様の行動範囲はこれっぽっちしかねえ。これを自由に動けるなんて言ってるわけじゃねえよな。そもそも尻尾に封印されてなかったらこんなところでお前らとままごとなんかやってねえっつうの。ついてるのって聞かれてたし、人混みの中を歩いてるとずっとスポットライトを浴びてるみたいに目立っちゃうし。全部俺様のせいだって言いたいのか。あの時おとなしく俺様に食われてりゃそんな風に悩む必要もなかっただろうが。本当にこの仕事に向いてない。もし生きて帰れたら中央市に辞表を出そう。西洋を怖がってる人に西洋を抑えるなんてどう考えてもおかしいもん。本当にごめんなさい。私あなたの力になれそうにない。聞いただろ？分かったらもう泣くな。
お前は役に立つ。もちろんお前が残した神人形もな。やってらんねえ。もし俺様が自由に動けたら速攻で不縁のクズを食って、お前みたいな泣き虫も丸呑みにしてやるってのに。残念だね、尻尾。お前も私ももう昔とは違う。あの頃の力が残っていれば、この元凶どころか、これを作った慶円さえ一口で食べれたのに。あの頃の力？あれ？尻尾、その泣き虫、お前の過去について何も知らないの？小娘、人間が集まる場所を探すはずの西洋がどうして今この寂れた水苑に集まっているのかわかる？の、飲み会とか。千年前、この水苑は大西洋両元とある将軍が激闘を繰り広げた場所だった。航路は砕け散り、西洋は逃げ去った。かつて両元を構成していた西洋の断片たちは皆、再び将軍と戦うという悲願を胸にここに戻ってきたの。あの戦いは天地を揺らした。両元は変幻自在で水と炎を操り、山を砕いては雷を落とし、あの将軍と互角に戦った。本当に互角？もちろん。獣王氏の記録によると、両元は東行っていう将軍に惨敗したことになってるけど。そりゃ人間の記録は将軍の功績ばかり称えるに決まってるじゃない。残念ながら大西洋両元は無数の同胞たちから力を吸収したにもかかわらず、人間の狡猾さを甘く見たせいで、その将軍に惜敗しちゃったの。その戦いの後、再び形を作ることができなかった両元はバラバラの異なる断片となって散らばり、増加航路に封じられた。でも何事にも例外はある。尻尾、お前は脱走して自由になったと思ってたけど、まさかこの小さな狐娘に調教されてるなんてね。本当に笑わせる。調教じゃねえ、落ちぶれた時に偶然この小狐に出会っただけだ。運が悪かっただけだっつうの。小さい頃、ラフの片隅で虫の息の炎を見つけて、私かわいそうだなって思って、その炎を自分の尻尾に乗せてあげたんだ。なのに尻尾は私を食べようとしたの。間一髪のところで現れた半眼たちのおかげでなんとか命拾いできたけど。お前なんざ腹の足しにもなんねえっての。食べるってのは少し大げさじゃねえか。それから今日までの間、どんなに後悔して涙を拭いてきたか。きっとあの頃は頭がおかしくなってたんだ。絶対そう。面白い。でも尻尾の思い通りにならなかったのは残念。そうでなければこの小娘の体を借りて両元みたいに泉州で大暴れできたのにね。理由？なんで？理由が必要なの？もっともらしい理由が聞きたいなら、
泉州は西洋の祖先を閉じ込め、自分たちに動力を提供するよう迫ったから。この理由で納得できる？もっと簡単で率直な理由が聞きたいなら、私たちは将軍と戦って泉州人の腕を確かめてみたい。ただそれだけ。私たち西洋一族はもともとのんびりした生き物だったの。でもお前たち人間に触れたことで人間性の病にかかった。全部人間のせい。どこまでも強烈な感情と欲望を持っているから、私たちは二度と純粋で汚れのない状態には戻れなくなった。だから私は自由を取り戻したい。天外に帰りたい。ねえ尻尾、断片たちと再会するのも一生尻尾でいるのも嫌なら、私と一緒に空の彼方へ帰らない？口じゃみせんだな。わ、悪者、何か企んでるなら諦めて。尻尾は中央市の半岸に封印されてるから逃げられないの。もちろんあなたも逃げられない。あっちの扉が勝手に開いた。何ビビってんだ。ちょうどよかったじゃねえか。ほら中に入ってみるぞ。一緒に歩いてくれる人がいるとちょっと落ち着く。礼儀を書く行為。礼儀を書く行為。扉は開けられない。帰るがいい。どうやら礼儀というものを知っているようだ。中へ入るがいい。見て、扉の向こうに鏡がある。引っ張り込まれた時も同じ鏡があったような。その声、フォフォですか？こちらへ来てください。にいるのですか？やっと見つけました。節衣様。水炎が得体の知れない力に飲み込まれてしまって、とにかく気をつけてください。私まだ県内風さんを見つけられてないんです。どこに行ったのかわからなくて。まずはあなたたちをそこから出すのが先です。さあ鏡を通ってこちらに来てください。上空？おや、鏡がいっぱいだ。もしかして？その通りだ、小僧。
この場所は絶えず変化してやがる。俺らの脱出を防ごうとしてるんだろうな。でもきっとこの鏡の中に脱出できる出口があるんだよね。みんなで一つ一つ見てみよう。本当に役立たずですね。出口はここです。早くこちらに来なさい。節衣様は少し冷たいけど、私にひどいことを言ったりしない。これは節衣様っていうより尻尾に似てるね。中言は耳に逆らうってやつだ。他の鏡も調べよう。でもここは正しい場所じゃない。私たち間違った鏡を選んじゃったみたい。フォフォ、こちらに。お姉さんのところに来なさい。あのクグツハンガン、こんな気色悪いこと言うタイプだったか。他の鏡を調べてみよう。水炎の状況はどんどん悪くなっています。なぜまだ出てこないのですか。もしかして中で何かあったのですか。この鏡の向こうにいるのは本物の節衣様みたい。本物の、つまり元凶の中には偽物がいるということですか。なるほど。恐れる必要はありません。フォフォは私のことをよく知っていますから、本物か偽物かの区別もつくでしょう。でも、もし私に見分けられなかったら。今は自分を信じるしかありません。さあ、さあフォフォ、鏡を通って私の元へ来てください。偽物か確かめるために質問がしたくて。カンは、それは誰ですか。あ、なんでもない。聞かなかったことにして。じゃあ私たちは。さあフォフォ、鏡を通って私の元へ来てください。ちょっと待ってください。本物か偽物か確かめるために質問がしたくて。カンアは私の妹ですが、これだけでは真偽を確かめられないでしょう。他の質問に変えてください。獣王が直を報ずる。メーサフォフォは芸に精通しており、まことに勤勉である。資質具足のため用務に当たるにふさわしい。従って即日判官に抜擢する。抜擢の公文書を今でも覚えています。うん、間違いない。この鏡の向こうにいるのはきっと本物の節衣様だ。じゃあ私たちは。また鏡か。キリがねえな。尻尾見て。私たちこの元凶の端っこまで来ちゃったみたい。ここにある鏡で最後かな。フォフォ、早く通ってください。これが最後の鏡です。まずは私についての質問をしてみよう。
たかが妖魔、私に食われるのが筋ですね。ほーら、尻尾を出しやが。あん？じゃあ、私たちは。フォフォ、早くこちらへ。鏡を通ってください。まずは、私についての質問をしてみよう。両元の最も強い断片。長い年月が経っているというのに、これほどの実力があるとは驚きました。は、今の一言で、お前の目的が分かったぜ。フォフォ、早くこちらへ。鏡を通ってください。まずは私についての質問をしてみよう。罪人を逮捕する判官として、臆病な性格は職務怠慢に等しい。あなたたちが元凶から離れた後、私が厳しくしつけましょう。あれ？今の話し方、なんだか節井様っぽくない。バカな、偽物に決まってんだろ。この任務が終わったら、彼女の尻尾も回収して沈黙するつもりです。ふん、この偽物が。待ってやがれ。ここから出たら真っ先にお前をとっちめてやる。じゃあ私たちは。見分ける能力には自信ないけど、この三つの鏡の中に本物は一つもなかった。鏡の中の節井様も、私の知ってる節井様じゃなかった。あの傀儡判官は、俺様を買いかぶったことも、油断したこともねえしな。それに、節井様とは長い付き合いで、彼女は私が臆病だってことを知ってるけど、私を厳しく叱ったことなんて、一度もなかった。チッ、獣王氏は気にしてねえのに、お前が勝手に気にしてるだけじゃねえか。俺様の足手まといにならない限り、お前が臆病だろうがなんだろうが、俺様も気にしねえけどな。しっぽー。なあ、何しやがる小娘。あっち行け。ほら、褒められたぞ。で、これからどうする？元凶は私たちを足止めしようとしてる。でも、際限なく自分の境界を隠せるわけじゃない。だからここには四つ目の鏡があると思うの。あそこの浮遊島の上に鏡があるみたい。ちょっと遠いけど。ふえー、私、這いつくばって進んでもいいかな。ったく、しっかりしろ。泣き虫が本当にこの道を通れるとはな。こんだけの年月が経ってようやく成長したってことか。フォフォ、早く通ってください。これが最後の鏡です。あ、後戻りはしたくないけど、まずは私についての質問をしてみよう。人にはそれぞれの気質がある。判官になることは
従軍することとは違い、単に熱意や勇気だけが求められるわけではありません。フォフォを半眼に抜擢したのは獣王ですから、きっとそれなりの真意があるのでしょう。あの化け物ども、一体こんな泣き虫のどこが気に入ったんだか。行こう、この鏡で間違いない。私たち水苑に戻れたんだよね。無事に戻れて何よりです。どうやら獣王子の今日の運勢は悪くないようですね。雪衣様、無事でよかった。ここに来るまでの間、何か問題はありませんでしたか？さすが半眼様、警戒心が強い。事情は分かりましたが、今は不縁の心配をしている場合ではありません。水炎はさらに強力な作用によって元凶に引きずり込まれ、沈黙に向かった明佐たちとも連絡が取れなくなりました。フォフォ、もし私とカンアでその妖魔を抑えることができなければ、その役目はあなたが負うことになります。え、あ、私には無理です。雪衣様やカンア様みたいに腕が立つわけじゃないし、戦う時は隣で震えてることしかできないし。そんな風に自分を卑下しないでください。採用は別の採用に憑依された肉体を奪うことはできない。これは半眼としてあなたの絶対的に有利な点です。そうですね。ただフォフォは長年訓練を積んでいるので、あなたよりも採用に対する心得があります。ですからあなたたちがこのタイミングで無事に戻ってきたことに対して、獣王子の運勢は悪くないと言ったのです。聞いたか、泣き虫、しっかりしろ。今ここにいる獣王子の連中の中にお前よりできる奴はいねえ。山陽は獰猛ではありますが、血肉への渇望から逃れることはできません。だというのにあなたは今まで妖魔を抑え続け、正気を保ちながら38年間獣王に仕えてきました。あなたはすでに立派な半眼、もっと自分に自信を持ってください。この点においてはどの半眼もあなたには及びません。妖魔を抑える、私は尻尾を抑えられてません。私と尻尾はどちらかというと友達かな。ペッペ、食料なんかと友達になるわけねえだろ。尻尾、私たちみたいな小さな断片にはもう両元の力なんて残ってない。小娘に簡単に制圧されてもおかしくないんだから、もう強がるのはやめたら。お前は黙ってろ。剣炎は強いですが、あれをいくつかの断片に分裂させることができれば沈黙も可能かもしれません。いい算段だね、半眼様。せっかく盛り上がってきたことだし、私も策を出してあげる。まずは広い場所に移動しよう。例えばあそこの円楽亭とか。行きましょう。
お前たちも大西洋両元と将軍が激戦を繰り広げた話は聞いたことがあると思うけど、その両元は多くの西洋が一つに融合した存在なの。でも私たち西洋はそれぞれが憑依していた宿主の感情と欲望に染まってる。だから互いに嫌悪して誰とも融合したいとは思わない。まるで一人の頭の中に複数の人格があって常に喧嘩してるみたいにね。例えば両元とか、私たちが倒そうとしてる慶円とか、強い西洋なら弱い西洋を飲み込んで一時的に屈服させることはできるかもしれない。でもその均衡は外部からの刺激によって簡単に崩れてしまう。将軍と戦って私たちに分裂した両元みたいにね。つまり権限の崩壊を誘発させる、この方法ならいけるかもしれません。権限が分裂して力が弱まった隙に獣王氏が放棄で断片たちを一つずつ封印すればいい。ですがあなたはなぜ同族を裏切るのですか。私たち先週に手を貸す理由はないと思いますが。理由？西洋が動くのに理由なんている？もしかしたら自分が慶円に飲み込まれたくないからかもしれない。力技しか使えないあのデカブツが気に食わないからかもしれない。ただ将軍と戦ってみたいからかもしれない。あるいは獣王氏と私を見逃す約束を交わしたいからかもしれないね。獣王氏の半眼たるもの、果たせない約束はしません。それで目の前の危機を解決できるなら獣王にあなたを自由にするよう進言しましょう。ただその後の結果は保証できませんが。はあ、半眼様は本当に頭が固いんだから。わかった、今日のところは私が身銭を切って先払いしておく。その代わり約束はちゃんと守ってね、クグツさん。私と慶円は一緒に航路に閉じ込められてた極秀仲間だから、お互いのことをよく知ってるの。あいつは力こそ強いけど精神年齢は子供より幼くて、ひたすら勝負に執着してる。私ならたったの見事で奴を自滅させられるよ。じゃあもう少しお前の体を借りるね。自分と戦う前にまずは私と勝負してみない？お前は不縁？小物のくせに俺に挑むつもりか？俺はすでにこの炎輪を陣地にし、獣王氏の犬どもを傀儡にした。将軍さえ来ればすぐにでもあの戦いを再開できる。そんな時になぜ同族で争わなければならない？お前が操る烏合の衆に何ができるの？雑魚がいくら集まったところで一撃で消されるに決まってるじゃない。でも私は違う。私は偶然にも素晴らしい駒を手に入れた。あの元老を追い払った素晴らしい駒を。元老？元老、思い出した思い出したぞ。
それほどの素晴らしい駒なら俺も欲しい。お前が操るメーサで私のところに来なさい。私が憑依している七死人を倒せたら、私は甘んじてお前に飲み込まれ、将軍との戦いで力を貸してあげる。どう？よし、決めた。俺も俺の駒たちも今すぐお前を探しに行く。ちょろい。せん、ケイエンの話から察するに、外のメーサたちは全滅ってことか。役に立たねえな。つまりこれから仲間たちと戦うことになるの？クグツにも思いやりの心があるの？お前たち、あの経営に勝ちたくないみたいだね。西洋から見たらこんなの単なる取引なのに。同族だろうと仲間だろうと、勝利さえ手に入るならできないことなんてない。どっちにしろ今から覚悟しておいて。経営の駒、お前たちの同僚と戦うことになるんだから。はあ、あなたたち二人に渡したいものがあります。こちらへ来てもらえますか？あなたもフォフォもケイエンと戦う前にこれを受け取ってください。これは構造師が作った宝器、蔵月の瓢箪。獣王子が手を加えたもので、本来は西洋を閉じ込めるために使おうとしていました。ケイエンに操られているメーサと戦った後、この中に分裂した西洋を封じることを忘れないでください。それからフォフォは半眼になって日が浅いので、まだ経験と鍛錬を積む必要があります。それとケイエンに操られているメーサたちに対してもどうか手加減してあげてください。シッポ、これから危険な敵に立ち向かうから、シッポも力になってね。へえ、お前強気なことも言えんじゃねえか。足さえブルブル震えてなきゃ信じるところだったぜ。言わないで。私だって必死に勇気を振り絞ってるんだから。半眼なのに今まで七死人さんの後ろに隠れてばかりで。節医様が言ってた、西洋に取り憑かれてる人はもう脱射されないって。だから今度は私がみんなを助ける番なの。やれやれ、小娘に空気を入れられて膨らんだ風船にでもなった気分だ。おい、ぼさっとしてないでさっさと行くぞ。フォフォ、からくりの身ではありますが、私も一瞬恐怖を感じました。節医様も怖いんですか？はい、いとも簡単に命を操る妖魔を前にすると私は怖くなる。もう妹と一緒にいられなくなるのではないかと。そろそろ行きましょう。今から手分けしてケイエンに取り憑かれた傀儡たちを撃破していきます。あの愚かな西洋が気づく前に、蔵月の瓢箪に全ての西洋を閉じ込め鎮圧しなければ。それって属刑大蛇人を使うってことですか？はい、属刑大蛇人の中心で陣を起動しますので、完成したら請求台で落ち合いましょう。わかりました。
強いのに、どうして簡単に分裂したりしたんだろう。強ければ強いほど平気で相手を見くびるもの。だから弱さが生き、あれが操られてるユーフボベン。助けて、尻尾。さようなら。さっきの伊勢はどこに行っちまったんだ。一部が氷炭に入ったんだよね。うまくいって本当に良かった。小娘、早くお前の神人形を出せ。呪文の唱え方を覚えてるか。さよなら。兵になれ。我が命に従い。兵法を持って命ずる諸悪か。氷炭に閉じ込められた。行こう、節衣様と交流しないと。節衣様に消えない粉砂。無事でよかった。リスナー、フォフォ、よかった。二人とも無事で本当。ケイエンに操られていたメーサたちは私が倒しました。あまり傷つけないように倒すというのはなかなか面倒ですね。あなたたちの方はどうでしたか。はい、ケイエンの断片はほとんど閉じ込められました。なら、あとは蔵月の氷炭の中にある断片を速形大蛇人に沈服するだけですね。ケイエンの力は剥ぎ取りましたので、もう水炎の諸々に影響を与えることもないはずです。この氷炭、綺麗。もしかして先週のお宝。消えない粉砂、気をつけて。ジンに近寄りすぎるとめまいがするかもしれないから。平気平気。私、こんなに近くで獣王子の大魔道具を見るの初めてなんだよね。フォフォ、その女を近づけるな。いけない。
難に過ぎないわ。早く行け。リーフ。いい度胸だね。あ、落ち着いて。もうじゃ再臨。砲丸を持ってみるべ。世の万物人事なっ。素晴らしい時はさようなら。これはどうだ。湘南に過ぎないわ。厄介ですね。みんな大丈夫？奴はあまりにも多くの山陽を吸収しました。こちらの体力が尽きるまで戦ったとしても私たちに勝ち目はないでしょう。勝ち目がないとは限らないぜ。山陽は融合した時に均衡が崩れやすくなる。これは奴が言ったことだ。どうすりゃいいか分かるよな、フォフォ。ビビってんのか。俺様がいなくなればお前は夢の生活ができるようになるんだろ。もう飽きちゃった。つまらないコマども、お前たちもこっちに来たらどう？吸収してみたらどうだ。狂ったの、なぜ人間の側に立つ。なぜ、理由が必要なのか。そうだな、強いて言えばお前みてえな小賢しい真似しかできない奴が気に食わねえだけだ。万物に氷あり、人事なす。もうじゃ再臨。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。さようなら。この風情が。素晴らしい、さようなら。落ち着いて。消化勝利。素晴らしい時、さようなら。パン。立ちなさい。これはどうだ。
どうなったのか話を聞いてみよう。フォフォについていたものは消えたようですね。フォフォのことを思うと、喜ぶべきか悲しむべきか、いえ、やめておきましょう。感情的な思考は私の得意とするところではありませんから。今回は手を貸してくれてありがとうございました、七死人。もうすぐ中央市の増援が来ますので、ケイナイフンも遺憾に送られるでしょう。これは気候の実、簡単に変えられますので心配には及びません。あなたたちが離れた後、あの子は報告のため中央市に戻りました。今は増援を連れてこちらに向かっているところです。いいえ、奴は生きていて私の帰化の名鎖にまで憑依しました。聖火のせいである西洋は死なない。中央市の幕末天石に書かれていたことは本当でしたね。奴は今力の大部分を失い、恐れるに足りない存在になっています。しかし奴が存在する限り、その危険性も消えることはない。ですが幸い、獣王氏は西洋を沈黙するための放棄を用意していましたので、じきにこの廃墟と化した園林に砲陣を張り西洋を封じる予定です。これで泉州は今日の一難を乗り越えられたと言えるでしょう。あとのことは獣王氏に任せてください。私は、いえ、私も少し休んだ方がいいかもしれませんね。私を陣に閉じ込めるなんて、そんなことはさせない。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。しっぽも、お前も、あの半眼たちも、いつか、いつかお前たちを八つ裂きにしてやる。骨を噛み砕いて、力を吸い取って、唾のように吐き出してやる。何？もう自分の相棒のことを忘れたの？えげつなさで言えば、人間も西洋に劣らないな。子供？こいつは名鎖だから、お前なんかよりはるかに長く生きてるけど。私がここに閉じ込められている限り、こいつの体からは離れない。ハンガンたちがこの体に呪符を貼ろうが、人水を塗ろうが構わないけど、獣王氏が俗領の命を守ろうとするなら、私にも駆け引きをする余地はある。できることならたくさんあるよ、コマちゃん。だって私は、常に存在するんだから。同盟が成立する前から、私は長い長い年月を生きてきた。そして今後同盟が消えたとしても、私は限りない琥珀期を生き続ける。私は待つ。お前たちの気が緩んで水炎の陣が崩壊する時を。時間と機会は永遠に私の側にある。
さようなら。また会おうね。水苑にいた私たち以外にも、増加航路が壊れた時に行方不明になった西洋がいるの。さて、ここで質問。奴らは今どこにいて、ラフにどんな波紋を投じようとしているでしょうか。獣王子の慌てふためく姿を見るのが楽しみだな。私はしばらくここを離れられないから、代わりに七死人さんから素性さんに説明してもらえる？お願い。彼女きっと心配してると思うから。ことは遺憾でケイちゃんから聞いたよ。よかったらあんたからも詳しい話を聞かせてもらえない？いろいろ話してくれてありがとう。こんなことになるなんて思ってもみなかった。私も水泳にいたら力になれたのに。そしたらケイちゃんも遺憾に行かなくて済んだかも。ああそうだ、ケイちゃんのことなら心配しないで。あの子病床でもじっとしてないから、多分近いうちに連絡が来ると思う。さて、私は遺憾に戻ってケイちゃんを見てこようかな。じゃあまたね。